にちは。こんにちは、ハートマンヴィンテージギターズでございます。商品紹介いってみましょう。ドーン、出ましたね。出ました。スラブのプレベですね。スラブですか。はい、こちら、個体的には62年製です。プレシジョンベース、スラブ張り、ローズウッド指板の仕様ですね。まあ、62年の、ね、途中からもうラウンド張りに、変わってくるんで、ギリギリ62年のスラブの時期ですね。すごくいい個体ですこれ。まあ、かなり使われてきてるんで、まあ、こういうね、指を置いてたところとかのこのえぐれだったりとか、あとまあサイド、エンド、まあ後で見ていただきますけど、バック面も結構剥がれてたりとかして、非常にヴィンテージの楽器らしい雰囲気を持っております。はい、まあただ塗装面とかね、すごくツヤも残ってるんで、いいですよね。使っているけれども結構大事に管理されてきたっていうのが、まあ、見受けられるというところです。はい、まあやっぱり特徴のやっぱり指板ですよね。もうそれらしい黒々とした、はい、指板にクレイドット、伝わりますかねこの綺麗な感じで、まあヘッドがありまして、はい、スパロゴのフェンダーとして裏を見ていただきまして、はい、ペグあり、まあやっぱり使用感出てます。ネック裏なんかも、そうですね、この、はい、この辺から、うん、まあ、どんなところで、ね、重点的にプレーされてたかっていうと、こういうところでもね見られますよね。でもうボディの裏ですね、やっぱりこの辺のそのバックルの跡だったりとかっていうのも見受けられますね。まあね、ブリブリしてますからこのサウンド、ぜひね聞いていただきたいと思います。はい。